やってきましたよ、名鉄尾張一宮までやってきましたけどね、これね、私前から素朴な疑問なんですけど、名鉄って特急車にいわゆる一部特別車になっとって、いわゆるミューチケットを買ったら指定席で座って行きますよっていうサービスがあるんですね。じゃあ一部有料なんですよね。なんですけど有料席って2対2の、リクライニングシート、2対2で4列シートなんですよ。なんですけど普通車の方って一部転換クロスシートですけど、クロスシートになって2対1の割合になってるんですよね。あれなんでそういう風になってるんでしょうね。前からあれが謎なんですよね。でさあ一宮駅です。まあ一宮はもう何で住んでましたから、このチャンネルでも何回か来てるんですよね。あれはこういうしてなかったっけな。とりあえずこれに関しては通し乗りができませんので一回降りないといけない。あとあれですね、一宮の途中の駅ね、ですから三代小路とかああいったところで降りたりすることはできませんので、それだけはね、気をつけないといけませんけど、まあ一宮まで来ることがほとんどですからね。いいよ、そのまま進んないと出て表口の方から出ましょうか今日は。よし、これで通してさあ無事やってきました愛知県、一宮市ですね。これでやっとこさ一宮市にやってきましたよということですけど、でせっかくですからね、まず皆さんね言っときましょうね、これ三河は一宮の戸賀神社ね、戸賀神社から悪い一宮の増田神社ね、増田さん、これで一日でね一宮二つちゃんとお参りできましたね。いやいやいや、あちらにもう尾張一宮のね、こうなんかやってる、あんまり喋らん方がいいね。おお、あら素敵な方、私が来るとピアノの演奏が始まりますよね。そこもちっちゃいピアノだ。いや、まあ、びっくりしましたね。誰が弾いてるのかなと思ったら、なんか6歳くらいの女の子が弾いてましたね。マジか、めっちゃうめえな。さあということで、そうですよ、七夕祭りなんですよね。いや、今7月の10日ですからね、何やお前、七夕なんて思ったんちゃうかって言われそうですよね。一宮はね、七夕祭りがこれね、日本三大七夕祭りとして有名なんですけど、旧暦の、やつに合わせてやるんで、実はこれからなんですよ、七夕が。ですからね、一宮はこれから七夕で盛り上がる時期ってことでね、そうそうそう、これもね、ちょっと落としたかったんですよね。本当は七夕祭りの日に合わせてもよかったんですけど、一宮は今年、市政100周年なんですね。一宮も歴史ある町ですからね。でまさにその今から行く増田さんの方がね、本町通りあっちの方がそれで、有名なところなんで、そっちの方に向かっていきましょう。いらっしゃいませ。ここでねクロスで渡ってしまって、もうこの辺りはお手のものですが、基本的に大体困った時にはそこにある炙り市を行って、そこにはお寿司屋さんがあるんでね、そこ行って、冒険したかったらこの奥にあるね、すっぽんラーメン食べたらいいんじゃないのと言っとけば、大体これで一宮の、案内になってるでしょう。うん。暴論のように聞こえるかもしれませんけど、案外これで駅前合ってるんですよ。うん。まあ、言うとここ本当に、ちゃんと、住所も移してちゃんとかっつり住んでましたからね。あ、そう言っとったらすっぽんラーメン、そこで。で、奥に、ダムのやっとる、第一工場がやっとる、カラオケクラブだったっけ、カラオケ屋さんあったはずですけど、まだやってるかな。最近カラオケ屋さん一気に潰れてますからね。で、商店街のメインはちょっと奥なんですよね。
本町商店街がちょっとね、ずれたところにあって、どっちかというとその隅田川の参道に合わせて作ってあるんで、そこもねちょっと一宮の町の特徴ですよね。あ、やってるやってるカラオケクラブね、ここがカラオケ屋ね、これダムがやってるところなんですよね。だからあのビッグエコーと同じ系列ですよ。あ、デートできたんや。あ、このとこステーキ屋さんもできてるんだ。アンセリーヌ、アンセリーヌ来たんかった。いやいやいや、そう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 です、この感じ、この感じですよ。で、一宮はね、ここにね、ど真ん中にね、でっかくね、地下の駐車場がありますからね、これも一宮ですよね。中年、翌1時までで1000円上限ですから、四日市がね、1800円とかね、2000円近く取るのを考えるとすごくいいお値段ですよね。こっちの方のが1000円ですかね、一宮でね、この真ん前でですから、ちょうどこの地下駐車場が本町商店街と駅の間ぐらいにあってね、もう便利がいいで、しかもこんな綺麗になっちゃってね、私が住んどった時まだ駅が建て替え前だ、あの国鉄のね、ホロホロの感じのおいやつで、あの名鉄側でも綺麗でしたけどっていうところでしたけど、いやー、一宮ですよ。串焼きの金だと串カツの田中なんや、田中と木村なんや。じゃあ俺何やろう、串焼きと串カツやったら土手にでもやりますか、土手にの山田とかやりましょう。木村田中やったら山田ワンチャンあるじゃないですか。そんなことも思いながらね、あそこ変わったんやね、前はまあなかったですもんね。で、商店街ことんと、どこやったっけ、こっちか、こっちや。で、あ、ここあれ、弁当屋さん、あ、弁当屋さんじゃないや、こういうね、お店がお弁当もやっぱ今やってるんですね、時節から始めたんですね。ここは来たことないな、言うてその一宮におるときは新卒で入ってねやったんで、ね、結構先輩のね、地元もう生まれも育ても一宮っていう人ねいっぱいいましたんで、うちの会社は本社が一宮だったんでね、ですからもう詳しい人いっぱいいたんでね、結構いろんなお店を紹介してもらって連れてってもらったななんて記憶もね、よみがえるところで、まあここはね本町商店街になったりはね。で、参道屋でこっちやな、よいしょ。でこのまままっすぐ行った、これがもう本町商店街ね、すごいアーケードがね横にドーンと広い、でっかいアーケードが一本ズドーンって通ってるっていうタイプの商店街です。で有名なところだと、あの坪井のりおさんとかね、の出身が一宮で、一宮でもこの商店街の界隈やったっていうふうに聞いてますけどね。こんなサンド持ってる、1個250円やったら結構安いね。ちょうどね今サンドね、美味しいサンド食べちゃったところなんであれですけど、いや、あっちも美味しかったからな。で、そう、まだワッフルの方残してありますからね。ああ、で、あそこは390円でしたっけ。そう考えると、そこは今のところ安いな。で、ずっと歩いてくると、あ、今日は警備員さんも出てますね。今年は七夕バトルにね、盛り上がるといいんですけど、去年結局できなかったんやったっけな。ですからね。で、ここはノコギリ屋さん。さあ、さって抜けてきたら、こんなね、綺麗なお店いっぱいありますよ。で、抜けてきたら、さあ、見えてきました。といっても、飾り付けがいっぱいあるんで、ちょっと今、カメラからやとあんまり見えてませんけど、これね、ここが、隅田神社でございます。いやでもなんか直線距離で言ったら、あの三河一宮の方のが直線でスポンと来れるか近いのかもしれませんけどね。
まあ、その代わりこっちは、でもやっぱ一宮市はね、一宮、愛知県の中でもなかなか大きい町になってますから、町の規模でいうと豊川と同じぐらいかななんですけど、豊川でもちょっと一宮はね、ちょっと外れたところになってますからね。これね、まあ、辻田神社前のファミリーマートがあって、さあこれね、鉄道模型のカフェなんかもね、またこれも今やらなくなっちゃったのかな。じゃあ、さあ、おっ、結果1人がいますよ。おっと、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 おっ